トランスポートセリオスネーショナールズでセルバの略語でかつて存在していたペルーのリマを拠点とする航空会社。本部はリマのミラフローレス地区に置いていた。完全国有の航空会社でホルヘチャベス国際空港から国内旅客便、貨物便を運航していた。また日本ではタンス航空と呼ばれることもある。ボーイング737から282タンズ。 ペルーは、1963年に、イキトスの遠隔地に、ペルー空軍の武器を輸送する目的として、設立された。1988年には、ピラタス PC-6 と、デハビランドカナダ DHC-6 を所有していた。1999年までは、空軍の一部とされていたが、運航内容はほぼ民間としてであった。1999年11月に、 民間資格を取得し、民間航空として運航を開始した。タンズペルーは6件の事故を起こし、うち5件が死亡者を出す事故であった。中でも222便と204便の墜落事故が致命的となり、2006年1月にペルー政府が運航免許を取り消した。ボーイング737から200ホッカー F28 から1000以下の都市に就航していた。 アビエーションセーフティーネットワークによると、タンズペルは6件の事故やインシデントを起こしており、うち5件で死者が出ていた。5件の事故での創始者数は105人で、全ての事故において機体は全損扱いとなった。ありがとうございます。